第3回、ナックのゆるゆるベース講座。今回のテーマ、の前に、まずはこちらをお聞きください。ナックさん、伴奏変えたね。はい、伴奏が一緒でも、ベースが変わると雰囲気も変わるというのを知ってほしいので、もう何回か使いたかったのですが、手抜きと思われたら尺なので変えました。まあ、そのうちこそり使うと思いますけど。で、今回のテーマですが、ハンマリング音です。省略してハンマリング、とも言います。譜面でエッチで表記されているところが、ハンマリングで音を出すところです。キャー、ナックさんのエッチー。はい。例えば、4フレットと5フレットがエッチで繋がっている場合、4フレットはピッキングで鳴らし、ハンマリングで5フレットを鳴らす、ということです。ハンマー、というくらいなので、しっかり、押さえて音を出しましょう。とは言っても、力任せにやるわけではないです。繰り返し弾いて、適度な力加減をつかみましょう。今回は、目標の音の半音下からのハンマリングです。聞いた感じ、ちょっと忙しそうですが、弾くのは3弦だけです。左手は人差し指と中指だけでも弾けるようにしたので、リズムに乗って左手を動かしてみましょう。あ、今回は僕を見ずに、指板を見ていいです。ただし、指板を覗き込まず、なるべくネックの脇のマークを活用しましょう。それでは頑張っていきましょう。たけし君は、今日のためにジムに通って筋トレしてきたんですか？やりすぎです。よしこさんは、本物のハンマーを持ってきたんですね。100トンって書いてますね。ふと思ったのですが、ハンマリングをするときに、ハンマリーング、オーンとか叫ぶと気持ちが乗っていいかもしれません。あ、適当なこと言いました。放っておくと、ハンマリング音と、バンゲリングベーって似てるよね。とか、言い出しそうなので、この辺にしておきます。それでは、もう一度弾いて、今回はおしまいです。ご視聴、ありがとうございました。